はい、どうも、岡田スケート社長、ともでございます。立て続けに取らないと言っておきながら、立て続けに取り始める俺。どうよ。いや、とりあえずこの家を、とりあえず終わりだけどさ。アイテム移動しようかなって。ついでにチェストボックスをさ、どう置こうかなっていうのも考えたいから、とりあえずお風呂場はお風呂場でいいとして、お風呂場も完成させる。チェストボックスの上にカーペットって置けるんかな。どうなんだろう、置けるかな。置けないよね。寒いや、冷めてだけ作ろう。そんなにいずれ必要になるはずだ。白樺が欲しければそこに行け。1個しか作ってねえ。どういうこと。えシフト押すポン9個。えなんでさっき1個しかできなかったんだ。減ったような気もするんだけど、気のせいかな。気のせいみたい。何この木って取り木すぎる。あ、そっか、そっか。つなげるより1個ずつの方が管理しやすいな。いや、あの使いリストがさ、1,2,3っていう風に姉さんの方で区切ってくれてるからさ、せっかくならそれに伴ってさ、今回のお使いリストはこれとこれとこれやってあるからさ、分けた方が分かりやすいから。でさ、こういう風に置いてですね、おしゃれに、おしゃれに置いて、だから天井つけてやるでしょ。分かんないけど、でこんだけありゃ十分だから。そしたら殺風景、え、なんでそこ殺風景入る。脱衣所、棚欲しいね。棚が欲しい、棚が。棚、別に何に置くでもない棚。棚が欲しい。棚が。階段の上に金圧板が置けないのか。あら、あれやな。床にだけ置けるのね。入った。え、棚っぽくないこれ。棚に見えない。嘘。嘘。あ、見えないか。え、嘘。あ、そうでもない。棚っぽいんだけど、俺すごく棚っぽく見えるんだけど、おかしいな、おかしいな。
棒もねえ。あれ、なんで俺こんな資源不足に陥ってんだ。おかしいな、おかしいな、つってね。チェストボックスを忘れたら。よし。寝室に。そうだ。邪魔。こうだ。ちょ、ちょ、こう。で、こう二人。ダブルベッドとか、ダブルベッドの一人で寝てないですね。はい、こっちとこっちでね、分けて使って。いいね。この辺は充実。右半分がこっち側がだいぶ充実してきた。白髪も使わないから大丈夫。 OK、 1個は持っていた羊毛、なんでどこの羊毛が持っていた。あ、ナイス、グッジョブ、ジョブス。右があれだからっつってね、左回りにすると違うんだよな。統一性をあえて出さないように置こうと思って、こっちとね、あの配置が神がかりすぎてる。そのせいで困るってんだから、ここでいくか。殺風景、殺風景だけど、殺風景だし、アレンジがしづらい置き方だったから、こうさせていた。ここに絵とか貼ればね、またアレンジアクセントになるから。うん、でレーザー、オッケー、こうね。はい、ここじゃ足りねえんだ。12号力でだよね、12号くらいだよね。死にがち。せめて8個だ。両サイドで、ね、ダメだ、全然足んない。ちょっと使えそうなものこうしとこう。おやすみ、おやすみす、やらすみす。いや、おはようございますけど、やらすみすいいなと思って、やらすみす、おはようございます、おはようございます、やらすみす。無理があるか、無理がある、いろいろ意味が無理がある。ちょっと待って。おっと、バグったぞ。バグのおかげでいっぱいしまいたぞ今。よいしょよいしょ。いあ、いや、オッケー、拾ったな、全部拾ったな、大丈夫だな。オッケー、チェストボックス、チェストボックス、チェストボックス。ここに、農作業とかそういう系、ここでいい。で、こっちに土とか、とか、カーペット、カーペットなんでこんなんだ。とかね、こういうのとか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 、こっちサイドはね。ポーチとかないかな、ポーチとか装備するけど、こうなんかあの、そう、アイテムを よりいっぱい持っていけるようになるっていうポーチ的なのないかな、ないかな。やっぱ違うな、これやっぱりいらねえか、むしろ狭く感じて。取ってみよう。すごく広くなった。もっと広げてやるよ。
チェスト置けばちょうどだから。うん、素晴らしい。そしたら一旦ベッドを壊して、こう、ね、ちょっとスペースをぴったりよりこのぐらいかな。んかなんだかね、ぴったりでもいいんだけどさ、壁ぴったりでも。あ、そうだよね、そうしようか。壁際って壁ぴったりのがいいっていう人もいるじゃん。俺壁際はいいんだけどさ、なんなら壁ぴったり向いて寝るし。まあ人それぞれさ、広々がいいっていう人もいるし、少しでもリラックスできる。ここ用もにしねえダメか、違和感。これ雪にすりゃいいんか。雪あるでしょ。雪ならよいしょ。ええって。ええってなんだし。マジなんだし。なんだし。あるし。ほっといっといって。ここなんだし。階段つけるんだし。はい。消えろ。いけねえわけだ。おかしいな、おかしいな。あ、いいね、いいね。パッカパッカ。そうだね、つなげちゃおう。赤いを、赤い毛が欲しい。どっか余分に使ってない。2個、玄関。いらねえな、いらねえな、これは。あぶねえ。寸前で戻ってよかった。寸前で後ろに飛びのいてよかったぜ。いや、カーペット余ったから、これで雪っぽくしようと思って。クリスマスツリーっぽくしてくれたな、それ。ちょっとツリー感を出してくれ。この赤いガラスどっか置けないかしら。脱衣所ね、脱衣所ね、これ間違えてね、脱衣所だからさ、やっぱ脱衣所だからやっぱ透明よりはさ、そう、透明よりはいいかなっていう、そういうあれが。あえてバラバラに置いたけどさ、これからさ、こういう風に置くことによって、この、これがそこに透明なガラスを入れた瞬間、これが生きてくる。素晴らしいだろ。素晴らしいだろ。この発想力。発想力。ここね。急に静かに。急に静かにしてあるあるね。開いといて、もう怖いからこれ入れとこ。スクラハウス1個。あれなんでこんな持ってんの。あれ
しまってこないっけ。おかしいな。あら、こっちのやつだこれ。こっちマリオだからこっちダンディーな人がいいな。そう、さすが俺、さすが俺の絵画。全部持てるから持てねえよな。よしよし、シーって音が抜けるのがいい。いいって言ったし、この窓はこれで確定でいいかね。ここまで開けちゃおうか。まあ、ここはもう確定。しまっとこう。しまっとこう。まだその辺はね。猶予、猶予じゃねえ。猶予ってなんだし。だいぶ上から行ったな、これ。まだ姉さんの意見聞いてないか。どういう窓がいい？窓っていうか。その質問さえしてなかったしね。ここで取った建材なんだからここで使いなさい。ついてたから、ついてたからこれ焼いておきなさい。いや、石のレンガの階段につけるから、あそこね、あそこ石のレンガの階段だから、丸石の階段でもいいんだけどさ、そのとおしゃれ感が、おしゃれ感がないから。待ってく、こういうのにしようか。石のレンガの階段いらねえ。あれ、どっか階段必要な場所ない。ついたついた、すでについたついた、すでにおしゃれか演出。返してこい。こうだ、間違いね。あ、そう。あ、安定か。なんという安定か。あ、で、こう。こう。あ、素晴らしい。あ、素晴らしいわ。あえてそこはね、あれを使うね。あの、看板。あえて看板を使う。玄関と同じ扉をここに使うのってどう？隠し扉に見える。確か馴染んじゃって、まあ、ここ、いや違うな。お風呂っぽくね。やっぱ奥の方がいいか。そこ室内なんて玄関っぽいっちゃ玄関っぽいけど、ここはね、大事な部屋だから、プライベートからちゃんと、ね、ここ室だから、ここ風呂だからまあいいとして、やってみようか。おやすみ。おはようございます。7つのガラスをここに埋め込んで、いいんじゃない。まるでガラスを燃やすかのこと。いいね、あ、いいね、あ、いいね。まるでこの一部屋だけ一家みたいな感じになって、一つの家のごとく寝室とかね、それぐらいのあの、なんだろう、あれがあるから。なんか別空間、別空間、そう、別空間。なんなら屋根はあそこだけ別の屋根をつけてしまってもいい、ね、あそこだけまず屋根をつけて別の屋根で、こっちをこっちで普通の屋根をつけてみたい、二重になってるみたいな。いらないぞ。いや、面白いです。別空間を、他にはない家的なね。そう、ここを開けてていい、開けといてできちゃっていい、これ。なんで俺開けてんの？姉さん、そっか、間取りは姉さんにって言った時、間取り姉さん待ちだっけこれ。
姉さん町の間取りだっけこれ。え、覚えてね。そうか、寝室、こっち、お風呂場に関しては、ちょっと姉さん町するわ、つって。言わなくもないな。言ったような気がする。だって。ちょ、登らせて。登らせてよ、そこ。遠慮してんだって。こういったら、開けらんねえか。完璧にもあれだもん。チェストボックス型のランプとかねえか。ライト。チェストボックス、アイテムボックス型のライト。おしゃれに。おしゃれなライト。うん。石置き場。これ土置き場だ。じゃあ土置き場ならちょうどいいじゃん。丸石置いとこう。丸石置いとこうっつって先どっかに丸石入れたような気がするんだ。ちょうだい。これはちょうだい。OK。逆の方がいいかな。これなんかさ。向かって歩いてるでしょ。そっちお風呂場だぜ。お風呂場に向かって歩いてるって今から覗きますみたいな今から覗くぜっていう言わんばかりの。まあまあぶつかんな。まあ前からなんだけどさ、それ。さあこんな感じかね。できた。あそこはまあ屋根のところから、屋根が完成してでき次第なんだけどさ、なんで中心にしちゃったんだろうっていうのはあるよ正直中心に立てちゃってからさ、煙突。まあそれはメモでも煙突は真ん中に立てるようになってたんだけど、ずらした方がよかったかな。え、でもさ、家全体をここから温めてくれるんで、まあここでもよかったけどさ、やっぱここはキッチンでこのね食べるスペースだから、風景を見て、そんなあったかい暖炉じゃなくて風景を見て。2個余ったな。2個言ってみたかった時、なんとなく言ってみたかった時。出っ張らすと面白いかな。トン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 みたいな。いらないな、そんなの。うん、まあいいや、預けとこう。絶対使うか、後々。6個あればできんだろう。でも多く花瓶作るべきだったか6個なら花瓶作るべきだったら、ごめん、あれ、その発想はなかった。その発想はなかった。つまらない、つまらない、その発想はなかった。チェストボックスここに置いといて、とりあえず寝ざらくなってくか。報告い、まあ昼か、報告行って、報告行って、ソウルサンド、いやソウルサンドは報告じゃなくていいや、ダイレクトを切ってそのまま報告行く。結局報告行くんだけどさ、サドル待ってくれ、あっちにいる馬ついてくるわ、お使いハウスのとこ。かわいそうだから。入ってるね。いい感じに。
いい感じに巻いてるところ悪いんだけどさ、どうやっていくんだっけ。こっからもアヒルの声が、匂いがって言いそうになった。こっからもアヒルの匂いがするぜって、アヒルの声がする。じゃあ閉めといて、お前の王国への侵入を許して。いやミさん久しぶりだね、ほんと久しぶりだね。アミさん何日ぶりだ。アミさん、アミさんちょっと元気だった。アミさんほんとなんかまあ、俺が押したタイミングでアーミーさんが食べた。神父様、神父様、どうも神父様。あ、その神父カチャボン、神父カチャボンがいるのすっかり忘れてた。名前なんだっけ、神父ソン、神父ソン、神父カチャボン、置いてくますよ、ちょっと。大きくつって大きくます、置いてくますよ、ちょっと。赤いチューリップって花壇、花壇じゃねえ、あれ、植木鉢なんか入れられるのかな。ごめんね、これ姉さんにあげるって言ったやつなんだけど、ちょっと飾ろうか。ネザラックもこれ、大丈夫、この箱の中大丈夫だよな。あと使えそうなのは、うん。この辺の、時間。この辺の滑らかじゃなくて模様付きのがいいな。滑らかでもいいか。いやこれを温泉の、ま、お風呂のマリンサハリ敷き詰めたら面白いかなって。まあこんなもんかな。このサドル組んでいいかなと。あ、綺麗だねこれ。うんうんうん。ちょっとちょっと。構成せっかくあるんだったら行って、室内用とさ屋外用のです、ポンポンポンつって乱雑に置いてあるような感じ。おフィリップでかくなったの、フィリップ、おフィリップ、名前つけてやってやりたいけど、なんだっていうのは私は持ってないんだ。どうした大丈夫か、今ダメージ食わなかったかな。コンタお前いじめたんじゃないだろうな。やめなさい、まずこいつ、この白い白馬の名前募集中。ゴンタ、ロシナンタ、フィリップ、こいつのダイヤモンドの鎧を着たあの白い白馬の名前、募集しておりますので、どうぞ名付け親になってあげてください。起きたんだったらせっかく、ちょっと地下に行って羊毛を刈り取ろうと思ったけど、確か近くに今ベッドないんじゃなかったかな。待ってくれ、王国の敷地内にあんなところにベッド置いてあるのも不自然だなと思って、傭兵場も後で作っとかないと。クワなのに取れちゃう、クワなのに取れちゃうのかね。そう、クワなんで装備したし、でどこがクワさん、
パッチ置いとけばさ、赤い線でいくらでも作れるから。そこではしゃぐと、だから2匹になってますって言ってた。おかしいなと思って、通りで。
オツカオスカーみたいオスカー、うん、違った、オツンオツオツカイオツカイカイオツ、いや危ういわそれ、俺滑舌悪いから聞く人によっては多分違うふうに聞こえちゃう、カイオツって。いやいや違うからね、そういうんじゃないから。いや、お前のステータスの低さよ、どうした。これは王国と村用の移動用に使おうか。いや、そういう、そういうんじゃないから。ただ可愛がるための馬がいてもいいじゃないか。なあ、おつ、おつ、おつ、そうだろ、おつ、ごつ、おつだ、お前名前は。なあ、カイオツとか言ってた。カ、カをハキハキ言わないとダメよ。ちょっとでも力抜いてカイオツって言おうもんだろ。危ないんで。それで際どくなっちゃう。うん。この、定義ちょうだい。だってさ、カオツさ。言ったってさ。お前だって、カの部分パにしてみよ、お前。ああ、そういうことだよ、カイオツ。だから、お前。ああ、お前ジャンプ力高いな。オツ。いや、もう貝にしようか。なぜオツの方を取ったんだ。貝でもいいな。いや、でも皮はないしな。オツだ、お前。やっぱオツだ。お前はオツだ。待て。待て、オツ。オツ。これをよこせ。間にはやらん、サトルのと。王国のサトルだ。返して。返してこれ。これも返して。そこにいるさ、ちょっと高い位置だけど、ちょっと気にしないで、そこは気にしないで、逆に逆に取ろうとしなくていいから。 OK、 チューリップ ごと取れちゃうって。やばいやばい、びっくりした。壊した以上取れないみたいな感じになっちゃう。あ、いいね、ちょっといいや。なんだキノコってどういう趣味してんの。入り口がね、白いチューリップだから、ここ赤いチューリップしてみて。部屋はポピー、オッケー、うんうんうん、レザー水晶ブロック9個、こっちと合わせると15個。うん、足らない、足らないけど、これで外周を埋めることくらいは結構。死にバッチ11、12、 OK、 素手で行くぜ。いらないんだもん、雪なんて。欲しかったらガチャゴン作る。いや、ガチャゴンの神殿に行けばいい。グレードの取れんで。なんならガチャゴン様からわざわざ取らなくても1回分で取れるんで。男の子もね。あーいい、あ、なんて素晴らしい銀貨なの、この白い大理石を使ったこの綺麗な、ここもそうしよう。玄関入り口分と、いいね、いいね。屋根は白樺と、こっちは雪と、この大理石、大理石。今パタパタってしなかった、今飛んでなかった、今気のせい、パタパタしてたように見えたんだけど。そんなことは一度ね、戻して停止ボタン押してみてください。飛んでるから、多分飛んでるから、あの子、あの子飛んでるから。コップがねえや、こっち。こっちコップのもんがねえ。まいったね、こいつはどう。さあ来ましたよ、コップどころか赤いお花もないんじゃない、もしかして。あれやだ、ひまわり、あれそっち向く、あ、そっか、違う、ひまわりな。よし、今日はこっちで寝、おやすみ、おはようございます。というわけでね、今回はね、馬の白馬の名前と
一応仮でオツという名前にしたけど、カイオツもしくはオツね、カイオツだから、ね、パにしない、パにしないように注意して、そこは注意して、そういうじゃないか、うちのあの動画そういうんじゃないか、僕のはそういうんじゃないか、カイオツだから、うん、パイじゃないか、うん、パイって言ったのにそれがカイに聞こえた自分で言っといてね、自分で言っても聞こえちゃう。あれどうやって隠すんだっけ、あ、純粋にこう純粋になった、ちょっとねじれてたわよ、歪んでたわ俺の心が、こうね、こう、まあ、そうだ、まあ、全部ね、テーブルとこの上に置いたカーペットで段差できた、ここでスッとした、いいね、綺麗、うん、パイオンズとかやって言ったのとは思ちげて、かい、うまいちゃった、やべ、うまいちゃった、やべえってなんだし、やまれると思わなかったけど、どうですか、こっとこう。まあ、そっから出るなよ、2は買う予定だから、ここ塀で囲ってさ、2はニワトリを部屋に置いといて、でうまいっとでしょ、オツ名前、こいつの名前募集、あとあっちの王国の白馬の名前募集、うん、そしてね、あと内装の方はあの姉さん、こんな感じでできてきたんですけど、いかがでしょうか。変更点がもしかしたらコメントで書かれていたにもかかわらず、それを無視してやってしまった形になってしまったんで、その点に関しては申し訳ございません。ただまあ、撮っているのが3月19日になっているのでね、3月18日の夜から、深夜1時に回りまして、3月19日と。形になっているんでね、申し訳ございません。屋根はね、ちゃんとこれなってるでしょ、階段をここにつけることにでね、いい感じの屋根になるんじゃないかって思ってた。これだからアカシアの屋根をね、階段を明日仕事から帰ってきたらやろうかな。で、雪がねここら辺積もってっけど、ちょっと松の木もね、こうちょっと形を変更しようかな、うん、とりあえずお使いハウスはいじるのここまでにしときます、ね、一旦ひらめかない限りね、ひらめいてもやめておこうかな、やっちゃうと思う、うん、多分やっちゃうと思ううん、でもあの姉さんからのコメントが入りしたその仮に俺がやったとしてもぶち壊すからコメント最優先でやるから、うん、というわけで今回はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問コメントはまた下のコメントのもしくは ASK.FM まで。メンバー募集やコラボ実況に関しては Twitter でよろしくお願いします。以上赤ですけれど、長々お送りいたしました。あばね。